質疑を続行いたします。松原仁君。私はですね、日本という国は、ここ数年といいますか宝くじに当たったと地元でもどこでも言ってるわけです。それ私が当たったというだけではなくて、ここにいらっしゃる皆さん、日本国民全体が大変の宝くじに当たった。それは国連海洋法条約によって日本が大きな面積を持つようになったことと、そこにある地下資源、これは資源諸国から大国への可能性を我々に与えていると、こういうことであります。そこで内閣府にお伺いいたします。排他的経済水域を超えた日本の面積と世界における順位はどれぐらいなのか、またその事例として南鳥島近くのレアアースの埋蔵状況、簡潔に教えてください。お願いします。内閣府筒井総合海洋政策推進事務局次長。お答え申し上げます。我が国の領海及び排他的経済水域の面積は約447万平方キロメートルであり、アメリカ、ロシア、オーストラリア、インドネシア、カナダに次ぐ、世界第6位となっております。また、ご質問の南鳥島周辺のレアアースにつきましては、現在レアアース生産の社会実装支援のための調査を鋭意進めているところでございますが、その埋蔵量につきましては産業規模での生産が可能な量というふうに認識しております。委員長、松原君。簡潔な答弁でありがとうございます。要するにですね、宝くじに当たったってのはこういうことなんですね。かつてフランスの皇帝ナポレオン・ボナパルトがフランスの国土をですね、ヨーロッパを、征服戦争を行って拡大したとき20倍になっていないぐらいでありますが、莫大な兵員を消耗した。我々日本はそういったことをせずに世界第6位の37万平方キロメートルの国土が450万平方キロメートル近く、万平方キロメートル近くの大国になっているわけであります。でしかも従来我々の国は資源小国と言われておりましたが、レアアース等またメタンハイドレード等を考えると大きな資源を持つ、つまり大国になり資源大国に同時になった。それは国連の海洋法条約ができたことによって、本当に宝くじに当たるぐらいの業功を持ったと私はそのように思っております。したがってこれからの日本は海洋大国として大きく成長する可能性を大きくですね、前進をさせる必要があると思っております。考え方によればですね、この海洋大国を実現するには2つのキーワードがあるだろうと思っております。一つは海洋地下資源を実用化するために莫大な投資を行うということであります。ケネディアメリカの大統領が月に人間を届けるためのアポロ計画で莫大な資金を投入しましたが、同様な決意をするならば海底地下資源は我々にとって大きな財産になります。それをやらなければ実用化はなかなか難しいでしょう。そしてもう一方においては排他的経済水域と言われる200海里に他の国が手を出す、ちょっかいを出すことをパシーンとね、入ってくるな、こういうふうにやらないといかんと思っているわけでありまして、ここで V の質問やガス田の質問に入っていくわけでありますが、その質問の前に今日は先ほど和田雄一郎議員の質問でお話がありました。この総領事の件、また豪大使の件は電話でこれをですね、抗議をしたということでありますが、ちょっとですね、アジア太陽州局長にお伺いしますが、電話でこの抗議をするのと面談で抗議をするのとではどう違うのか、どちらが重いのか、簡潔にお答えください。なまずアジア太陽州局長。一般にですね、抗議や申し入れの形式につきましては承知して行う場合、あるいは電話段取りにより行う場合とございますけれども、それぞれについてどれが重いということをあらかじめ整理して申し上げることは難しいですが、私どもはその時々の状況に即して判断しております。松原君。電話と承知とどちらが重いか言えないというのは逃げ答弁であります。明らかに呼んでやった方が重いのは当たり前であります。
でそれをまあ同じように言うということ自体が外務省の欺瞞であると強く糾弾しておきたい。同じじゃない、同じじゃない。で電話はすぐできますが、確かに承知して行うのは段取りが必要です。その段取りが必要なぐらい重いものを段取ってやるということが大事なんです。大臣、電話でやるのと承知とどちらが重いかと一般論で、このふにゃふにゃな答弁でいいんですか。大臣どう違うのか言ってくださいよ。大臣、大臣はその辺の価値観を持ってなきゃダメですよ。上川外務大臣。抗議の形式につきましては、さまざまな状況の中で判断をするものと承知をしております。今、答弁をしたとおりでございます。委員長、そういうことを言ってるとね、軽んざられるんですよ。承知をしてやる方が重いですよ。それを認めないと。承知をしてやるというのを認めないと。まあ、重くないと思ってるんでしょうか。ありえないですね。なんでそんな馬鹿げたこと言うんですか。電話で抗議するのと呼んで面と向かって抗議するのとどちらが重いかわからないなんてありえないじゃないですか。これまあそのことがわからない大臣であるということを今承知いたしました。大臣として電話で抗議をするのと呼んで抗議をするのがどちらが重いかって一般論で、呼んだ方が重い決まってるし、段取りも組むし、相手もそれだけ重い話だと思うわけでありますよ。それについてまず答弁拒否をするっていうのはありえないですな。じゃあ、まあ、総理はそれはね、こういう答弁して総理になったら日本が困っちゃうよ。その上で私申し上げますが、先ほどの和田議員との質問で随分ありました。率直に言って前に前回の時に5月31日の質問でペルソナノングラータこれを大使そして接見総領事行うかどうかをお伺いいたしました。まあ私はですね、両方ということではなくてもいいと思う。外務的な外交的なことですから。しかし少なくとも戦狼外交をやってきて、まあ、戦狼外交の記事みたいなもんですよ。大阪総領事接見だけはペルソナノングラートするべきじゃないですか。大臣、答弁してください。簡潔にお願いします。上川外務大臣。今般の呉高校大使の発言については極めて不適切であると考えておりまして、まあ、厳重な抗議を行ったところでございます。また接見、総領事によります文書の内容につきましては日本と政府といたしまして受け入れられないと考えておりまして、これに対して中国側には日本の立場を明確に申し入れているところであります。ご指摘の点を含めまして今後の対応について現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきますが、適切に対応してまいります。東原君。もう予断を持って答えられない、適切に対応しておく、もう耳にタコができるぐらい聞きましたよ。上川大臣の答弁は予断を持って答えられない、適切に対応していく、抗議をたびたび繰り返す、これしか言わないですよ。これしか言わない。で、私ちょっとお伺いしたいんですが、そんなことやったっても効果がないのは分かってるわけですよ。太平国、中国の太平国はアメリカにおける話で、こんなもの紙切れ価値がないと言ってるわけですよ。前々回質問でやりましたよ。前回か。だからこんな抗議は全くもって中国は、へえ、またなんか言ってるわと。日本がちょっとうなってるわと。まあ、うなったって噛みつかないからあいつらはと。こういうことですよね。噛みつかない日本の外務省。外務省はいいですよ。国民がたまらない。日本の外務省は我々の名誉や我々の活動を本当に支える。プライドを持って支える。それが外務省の使命だと私は思っております。全くもって使命を果たしていないというのは、上川さん一人の問題ではなく、申し訳ないけど、アジア太平洋局長もいるけどもね、後ろの皆さんがもっと気合を入れて、日本の外交をどうすればいいか。皆さん一人の名誉ではない。我々国会議員だけの名誉ではない。自衛隊が
例えば命を落として戦う名誉だけではない、日本国民全体の名誉が皆様の行動によって台無しになっているという、その可能性というか、なってますけども、認識してほしい、そこでお伺いしますが、こういう抗議をする遺憾であるということを言うという言葉によるものではなく、具体的な行動を私は示していくべきだと思っております。具体的な行動を示すとなれば、それは今言ったウィーン条約におけるペルソナ・ノン・グラータを機能させる、これしかないと思っておりますが、これに関してアジア太平洋局長、あなた大臣進言するためだから一言何か答えてよ。ナマズアジア太平洋局長。ただいま大臣からご答弁申し上げたとおり、今後の対応について現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたい、適切に対応していくということでございます。事務当局としてはですね、その前提としてさまざまな検討をしてまいるということです。松原君。その適切に対応していきたいというのは不適切なんですよ、全くもって。ですね、2006年コートジボワール大使館の男性外交官自身が所有する南アゼムのビルにおいてバカラをやっていた、4000万円を受け取った、これ摘発してペルソナノングラータ使ってます、不適切だと。それから2006年4月インド大使館の警備担当男性技能員、日本人女性に対する強制、この嫌がらせをしたと、これでペルソナノングラータやってます、これやってるんですよ。で、私はこういったバカラをやったとか、こういったことはもちろん犯罪ですよ、お前犯罪やってるじゃないかと、日本から出てけよと。ただしその犯罪よりも大使が日本国民を火の中に落とし込めようと、総領事が台湾と付き合うなよと、こっちの方が政治的には極めて重い案件であるということは明白であると思っています。私は目先の賭博をしたとか何かしたとかって、こういうことをね、摘発するのも結構ですよ。でも影響、外交上の影響ははるかに呉大使や石鹸総領事の方が大きい。大臣の頭の中は名誉に関する問題というのは実害、例えばバカラやったことよりはるかに小さい問題だと、こう思ってんですか。答弁もすれ違いの答弁が多すぎるけど、ちょっと簡単に答えてくださいよ。こういった事例に比べて呉大使や石鹸総領事の行動の外交的な影響力は小さいと思ってるんですか。答えてください。上川外務大臣。さまざまな事態が起きたときのそのことの傾聴につきまして、今それぞれの係数ということでございますので、申し上げることがなかなか難しい状況でございます。それぞれの背景、またそうしたことが起こってきたその事態、こういったものをしっかりと判断をしていく必要があるというふうに思っております。委員長。松原君。大臣が法務大臣の時に大きな決断をされたことは私敬意表してますよ。あの時の記者会見何回も私見てますよ。明鏡止水という言葉がある。上川さんは鏡を磨いて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 この判断をしたと。大臣、鏡を磨いてくださいよ。鏡を磨いて磨いて日本の名誉のために何が一番いいか考えてほしい。一点の曇りもなく考えるならばペルソナノングレータレ。私は外交は複雑的なものだと思ってますよ。二人とも辞めさせる必要はないと。総領事だけでいいですよ。ペルソナノングレータ考えてもらえませんか。もう一回答弁してください、簡単に。上川外務大臣。事案の性質、これを的確に把握し、また分析した上で目的を達成するためにいかなる方法が極めて効果的だということを総合的に判断をして、外務省として責任を持って実施をしていく、これが外交であるというふうに思っております。
今後の対応につきましては、現時点で油断を持ってお答えすることにつきましては差し控えさせていただきますが、適切に対応してまいりたいと考えております。松原君。全然これがですね進まないから、 V の問題もそうですよ。 V の問題、あれから1年経ってほっぽり話である。ガス田の問題もそうですよ。ちょっと政府参考に聞きますが、いわゆる自制義務ってのありますよね、未確定領域。簡単に答えてください、簡単に。ナマズアジア大洋州局長。簡潔にお答え申し上げます。国連海洋法条約第74条3、および第83条3に基づき、関係国は排他的経済水域または大陸棚の境界未確定海域において実質的な性質を有する暫定的な取り決めを締結するため、および最終的な境界確定のための合意の達成を危うくし、または妨げないためにあらゆる努力を払う義務を負っている。それを実績義務と申します。委員長。松原君。中国の部位の問題、中国の部位やガス田の開発というのは全くこの自制義務違反であると私は思っております。簡単に答えてください、大洋州局長。違反でしょ。ナマズアジア大洋州局長。簡潔にお答え申し上げます。累次ご答弁申し上げているとおり、私どもとしては国際法上問題がある行為だと思っております。松原君。相手が国際法上問題あることをやって1年間ほっぽらかしている。ガス田に関してもそうです。ガスが経済的に中国にとってメリットがあるかどうかではなく、そこにガス田が作られたということによって、中国はここは俺の領地だぞと、つまり、まあ、ある意味で副次的な効果でそのことを訴えている。大臣、こういうことを考えたときに、まあ、ガス田を取っ払うというのは、一応、日中中間線の日本の認識でも向こう側ですから、V はこれ、勘弁してほしい。V どうするんですか。いつまで V をこのまましておくのか、簡潔にお答えください。大臣。大臣、時間がないので、上川外務大臣。我が国は中国側によります、この V の設置や、また一方的な開発行為をはじめ、東シナにおきまして、東シナ海におきまして、中国による一方的な現状変更の試みにつきましては、米国や G7 といった同盟国、同志国との間におきましても、一致をして反対の声を上げてきているところでございます。関係省庁と連携をして、現場における状況の警戒監視、また外交ルートでの厳重な抗議の実施等とともに、二国間および多国間におきまして、中国側の問題のある行動に対して反対の声を上げるなど、外交的取り組みも継続強化をしていく考えでございます。松原君。時間ないから担当局長に聞くけども、これイトロスとかまたハーグに対してこれをですね提供するっていう、そういった計画はあるんですか。あるかないかだけ言ってください、現状において。ナマズアジア大洋州局長。現時点におきまして、ご指摘の中国による V の設置、あるいは一方的な資源開発につきまして、国際海洋法裁判所や国際司法裁判所への提起は行ってございません。今後の対応については、中国側の対応を見極めながら、政府全体として戦力的観点から検討していく所存でございます。松原君。だからなんでこれを考えないんですか、大臣。相手に対して、いかんだ、いかんだとしたって、全然有効じゃないのは分かってるし、そういう適切な行動を求めるとかいう不適切な答弁でも全然ご存知では進まない。私はこのイカロスとかハーグに提起をするべきだと思うし、その次には V は当たり前ですよ。日本の排他的経済水域、海洋大国になるためにはこんなもの放置していて誰もがこの国はダメだなと思うに決まってるじゃないですか。それを私は明確に進言をしておきたい。答弁は結構ですよ。まともな答弁してくれないから残念ですよ。これだけまともな答弁ができないというのは僕本当に残念ですよ。僕はね、昨日の夜夢を見たんですよ。外務委員会の夢。その夢の中で上川さんは違うよ、総理じゃなくてペルソナ・ノン・グラータを接見に出しますと言った俺に。これ夢は正夢になると僕は思ってやってきたけど、残念ながら正夢にならなかった。無念ですよ。鏡を磨いて磨いて磨ければ
本当の何が攻撃かというものが私は見えてくると思ってます。現状のうなずいてるだけじゃダメなんですよ大臣、本当にやってくださいよ。現状の中国はもう日本は何やったって全然へっちゃらだと思ってますよ。その態度を見たら、まあ今日はすいません、そのレーダー、韓国のレーダーの問題も質問を用意しておりましたが、これはきちっとですね、まあテーマとして残っているということを政府参考人にお伝えしますし、また合同委員会においてアメリカのグラハムやボルバーグが広島長崎こういった原爆を投下したのは正しかったと言ったことについては少なくとも合同委員会で言ってほしいということを答弁してもらおうと思って担当者に来てもらってましたが、時間がなくなりましたからこれはもう言いっぱなしであります。しかし大臣ね、これだけ日本が大きな国で、いや中国に抗議ができるだけでもこの国は立派ですなんてバカな話やめてほしいんだ。日本はもう少しですね、我々の先人の名誉に関して報いることを含めてやっていかなきゃいけない。私が見た夢を大臣早い段階で正夢してくださいよ。日本をもうちょっとですね、日本の舵取りとして、我々は外務省や外務大臣が馬鹿にされてるだけじゃないんですよ、舐められてるだけじゃないんですよ。こういう汚い言葉使いたくないけど、答弁が全然ぬかに釘だからこう言わせてもらってる。皆さんがそうなってるということは、その背景にいる1億の日本人がそうなってるということなんですよ。肝に銘じていただいて、うなずくだけではなく行動していただきたいとお願いしますよ。最後一言あれば答えてください。上川外務大臣。まあ、今後の対応でございますが、中国側の対応を見極めながら政府全体として戦略的観点から検討してまいります。はい、頑張ってくださいよ。